エゴパ。お腹が空いたよ。日清から2種類のカップヌードルを合体した4種類が発売されました。じゃじゃん。どれがね一番美味しいか僕の舌でランキングします。おう、シーフードとカップヌードルのミックス。うん。チリトマト&トムヤムクンミックス。ああ匂いがすごい。うん、あ、みんなが大好きな味ではないわ。個人差があるね、これは。ああ、2個食ったら、まあお腹膨れるわ。3分何を考えてますか。12月に向けて恋人が欲しいなって、考えてます。みんな結婚してる？恋人いる？どうやったら見つかるんだろうね。わかんないです。分かる人を教えてください。辛麺とニンニク豚骨。おお、辛い豚骨ラーメンみたいな感じかな。匂いがすごい。うん、チーズカレーと味噌のミックス。うん。あ、カレーや。しっかり完食しました。僕の舌がランキングした結果は、じゃが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 これが一番美味しかった。最初に食べたからかな。